あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル教えて株元さん、コンサル業界編。コンサル業界ということで、なんで業界でまとめてるんですか？今までは会社ごとだったじゃないですか。ベイカレント引きちょっと弱いかなみたいな。失礼なんですけど、マッキンズエとか書いた方がいいかなっていうふうに思って、一応コンサル業界って、なるほど。コンサルって何って思う人多いですもん、絶対ね。あとなんかベイカレントとかはマッキンズエとか知らないけど、コンサルっていう言葉で惹かれる人も多いと思うんで、今回はコンサルっていうことでやらせていただきました。コンサルということで、村方さん、はい、コンサル業界どんなイメージありますか？いろいろな企業の業務効率化とかっていうのの戦略を考えずっと模範回答ばっかり言って報告ですねとか効率化ですねってですよね。うん、分かんない。意味分からないな、そんな言われて。意味分からない、何してんのか分からない。いやでも一応ちょっと聞いたい。そうね、あの教えてあげるより元の英語に近いやつやっていうイメージはめちゃめちゃあります。形のないものだと思ってます、コンサル。頭脳のプロ集団みたいな。あ、かっこいい。どうですか、YouTube とかでもコンサル業とかあるじゃないですか。あ、YouTube コンサルみたいな。そう、でもなんかそれとかも考えても具現化というかできないですよね、うまく。言語かな、言語、間違えました。言語かね。一個遅い、一個遅い。何してるかわからんと。うん、でもなんかまあ確かに教えるが近い。ベテランさん。あ、僕っすか。東大生だったら基本誰でも入れるのに、やたら生きってるやつらみたいな。トップのトップ行ったらすごいんでしょうけど、うん、東大生だったら基本コンサル今入れるのに、あ、俺コンサルみたいな。あ、確かにちょっとイメージありますね。感じするのはちょっとまあ、うん、下せないなっていう、うん、お前自分で何かやってみろやっていうのはちょっと思っちゃうですね、うん、ということで。なるほど、コンサルとは何ぞやみたいな解説する動画、多分内定チャンネル3回目ぐらいなんですが説明しましょうか。お願いします。コンサルというのはね、大きく分けて3つあります。戦略コンサル、業務コンサル、 IT コンサル、この3つです、うん、世間がイメージしてるアドバイザリーみたいな、こうやって言う、こうしないよジャニーさん、これは戦略コンサルです。本当のトップのトップっていう感じです。なのでアクセンチュアとかでも戦略コンサルに所属する人っていうのはアクセンチュアの中で上位1割とかだと思います。戦略っていうのは経営とか戦略ってことですかね、うん、そう、絵を描くみたいなことですか。まあそう、ストラテジーコンサルティング的な、ピュアストラテジー純戦略コンサルティングみたいな、うん、そういう言い方でかっこよくして、純文学みたいなでここはね、それこそさっきベテランチが言ったようにトップのトップだから、まあ、東大でも落ちる人います。 IT とか業務コンサルっていうのは、コンサルと言われるのは最初の設計をする人だけで、実態としてはその実行支援みたいなところが大半です。その2つは、僕、うん、IT コンサルってシステム会社とあんま変わんないからっていうふうに正直思っちゃうんですけど、認識合ってます。採用のために言ってるみたいなところですか、アイコンとか。そうです。イメージピュアコンサルの人が抱えてる実行部隊みたいなイメージってことですか、うん、IT の子たちは。そうです、 IT こうしましょうってピュアの人が言って、うん、IT の子たちが頑張るみたいな、うんうんうん、IT コンサルの人はこういう風にやった方がいいですよっていう意見も言いつつ作業するのか、上から言われた指示通り作業するのかっていうのは2パターン、結構本当作業だけの人も多いんですか。だから同じ会社の中で分かれてるっていうかね、IT とで業務コンサルも似たようなもんですよ。業務コンサルは会計とか、その業務のツールを作りましょうとか、こうした方がいいんじゃないかって示唆出しと、それを実行するっていう、この実行するっていうのはハンズオンっていうんだけど、手を押して一緒に取り合っていきましょうみたいな。でこのハンズオンっていうのが一番かっこいい言い方だけど、ハンズオンっていうのは要は派遣社員みたいなものなんですね。ほぼ社員みたいな感じで動くっていう。なので総合系コンサルファームって言われるのはこの3つのジャンルを全部やってる会社で、今で言うとアクセンチュア、アビームコンサル、ベイカレントとか、外資系のコンサル、アクセンチュアも外資系で総合コンサルファームなんだけど、外資系と言われてる外コンと言われてるのが、昔アクセンチュアも戦略だけだったんだけど、今で言うとマッキンゼとかボスコンとか AT カーニーとか、そういうところは基本的には戦略コンサルだけみたいな、だから優秀な人しか入れないみたいな。なんだけど結局今って戦略立てるって言っても、大半の戦略って IT でこういうの導入しましょうみたいな、まあ例えば空港に行った時にオンラインでチェックインできるようになったよね最近は。昔はそうじゃなかったじゃん、毎回チケットのとこ行ってさ、あれによっていろいろ多分人件費削減されたと思うんだよね。でも結局あれってやってることは IT コンサルじゃん。だから戦略立てましょうって言ったけど結局 IT で絡むから、まあ、マッキンゼとかも IT 人材をどんどん求めるようになってきて、 IT コンサルと戦略コンサルが混ざり始めちゃう。株元さんはその中でどこにいたんですか？俺はベイカレントの中で分類する以前のアシスタントみたいな感じだから戦略ではなかったよ。だから俺は何なんだろうみたいな。
分かれるというよりプロジェクトでこれは IT 系とかこれは業務系とかって、でも結局 IT と業務混ざってるやつとかあるから、別に今あえて分かりやすく3つって言ってるけど実際はもうちょっと複雑ではあるけどね。だから俺はどちらかというと、まあ、業務とか IT コンみたいな感じのサポート、当時のねプロジェクトの中にいた、まあ、上司というか先輩はエンジニアだったりとか。あ、そうなんですね、うん、やったプロジェクトとしては2つあって、1つは会計のとある金融会社の経理の、で経理の仕組みを Excel 使ってブワッてやってるからそれをもっと見やすくしましょうっていうプロジェクトだったりとか、もう1個のプロジェクトはクレジットカードの会社でルーターがあと1年とかで保守期間が切れると、保守期間切れるとバグったら保守の期間で直してもらえなくなっちゃうから、だから保守期間が切れる前にルーターを新しいのに切り替えましょうっていうので、じゃあどういうルーターの回線の組み方をするかみたいなのを Excel にする業、パワポにする業みたいな、そういうプロジェクト。いや難しそうっすね。難しい、簡単を作る作業が多い。そうなんだけど、入るときって俺はアシスタントだったからもうすでに走ってるプロジェクト後から入んない、まあ、これパワポを作っといてとか議事録書いといてとかの、はいみたいな、でちょっとこれあと勉強しといてって言って、そのネットワークの勉強みたいな、ルーターって外と中があって中はこういう感じでとか、どういう波長でルーターをつなぐのかみたいなのを資格の勉強させられる。でプロジェクトごとに会計のときは管理会計の勉強って言って会計の簿記の勉強させられるとかね、そういうの勉強してキャッチアップして、そこにいる社員と同等のレベルに急速に育って代わりに仕事をするみたいなのをずっとやる。イメージは若干違うっていうか、なんかよく YouTube とか TikTok とかで他のいろんな企業の業績とかコンサルとかやって全部業績上げましたみたいな、うん、そういう方々いらっしゃるじゃないですか。ああいう人誰なんですか。あれは詐欺師ですあ、そうなんですね。ちょっとでも違うんですね、ちゃんとしたコンサルと違う、うん、はい、一旦休憩入ります。あれ、美咲さんなんか熱心に何やってるんですか。 EYM 就職です。私もグラビアスト数字で頑張ってきたんですけど、気づけばもう30で、うん、今からでも就職できたらいいなと思ってとりあえず登録してみたんですけど、本当に就職できるかちょっと不安で。ビジネス経験全くない方でもたくさんの方を就職成功に導いているので、ぜひリクルーターに直接相談してみてほしいですね。私みたいな初心者でも登録おすすめってことですね。もちろんでございます。てかね、全ての業務に基本的にはコンサルっていうのは発生してるんですよ。特に業務改善とか IT とか会計とかはコンサルした後の付随する業務が膨大にあって、しかも専門性まあまあ求められるから結局コンサル会社としてでかくなりやすいみたいな感じで、例えば僕らもウェブコンサルって言ってるけど実態はホームページを作ってあげるとか広告運用を仮にしてあげるっていう、言われたことをやるだけなのか企業目線に立ってこういうことやった方がいいんじゃないかって提案するのか、これがコンサルなのか実行支援なのかの違いで、ちっちゃい仕事の中にも必ずコンサルと実行支援っていうのは分かれてるん でこのコンサルが月人月でもらいつつ実行支援の方がボリュームがでかいってあるあるなんですよね。なんで僕らもウェブコンサルと言いつつ実態は実行支援で儲けてる会社なわけですね。これはどの領域でもあるよねっていう、結構地頭っていうんですかね、うん、かセンスある人ない人分かれるイメージなんですけど。そうね、俺はセンスなかった側だから思ったけど、まあ、センスっていうかなんだろうな、まあでもそうだね。一応だから今言った通り入ったプロジェクト急速にキャッチアップしてクライアントの会社の中で浮かないようにしないといけないから、だからもう全然興味ないけどプロトコルの勉強とかっていうのをそのネットワークのね専門知識の勉強とかするわけよ。そういうのが早いやつがいいから、だから高学歴取るんだよね。確かに、うん、でクライアントさんには月分かんないけど100万とか、お高いと300万とかもらって給与で50万とか60万払うみたいな感じのビジネスモデルで、余ってるやつがアベイラブルって言っていつでも利用できるみたいな意味なんだけど、アベってるっていうね、それアベイラブル期間が長ければ長いほどコンサルファームとしてはそいつの評価下がっていくから、常に引っ張りだこの稼働率が高いコンサルが給料上がってっていう。コンサルブームって結構近年な気がするんですけど、うん、前までは商社が人気イメージだったんですけど、なんか今就活生の中で結構コンサルみたいなイメージあって、なんでそうなったんですか。俺がいるから、ね、違うやろコンサル業界にしてでもないじゃないですかめちゃめちゃ変なジョークですけど、まあ多分市場価値とかをみんな気にし始めてるっていう、転職市場でね終身雇用をしない文化になってくると就活時に何がしたいとか多分ないやつ多いじゃん。一旦市場価値上がりそうな会社に行こうみたいな考えになる。で何だったら上がるかって考えた時にコンサルって上がりそうな匂いがするじゃん、まあ、いろいろやってそうみたいな。そういろんな経験業務ができて、で基礎スキルというかパワポとかロジカルシンキングとかが一応叩き込まれるみたいな、っていうのでなんかビジネスマンとして成長しそうな気がするから、終身雇用じゃなくて転職ができやすいところに一旦入るっていう考えな気が
がするね。これちょっと僕の意見なんですけど、コンサル入ったとて、うん、市場価値って別に、うん、まあ、コンサル畑でずっと行くならいいと思うんですけど、うん、他の企業で別に役立たなくねっていうふうに、うん、他のもっと違う事業会社とか行った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、どう思います？あ、俺もそう思う。課題評価されてるなっていう感は正直あるんですけど、転職市場が要は何になりたいかみたいなところが分かってないから、一旦曖昧な選択を取ってイメージであって、例えば結局どこの会社に行きたいかみたいな。だから DIM で人材系の仕事をずっとやってたと、そしたら人材系の仕事を人材紹介の会社だったらちゃんと結果出したらどこでも転職できるようになるし、人事やりたいですって後から言ってもまあまあな確率でいろんなとこ受かると思う。でもだったら DIM でよくねとか、リクルートに最終的に行きたいです、リクルートに1回目就職できない落ちたから DIM で一貫就業して転職で入ってやるっていう話だと思うんですよ。それどこがいいか分かんないから一旦コンサルみたいな。でもコンサルファームに行ったら結局コンサル会社なんですよね、転職先って、うん、突き詰めるとみんなどんな会社があるか分からないから、分かんないから一旦コンサル行ってるけど、全部分かるようになると結局どこ行きたいの、そこから逆算した方が絶対いいよねってなる。でもまあ就活生全員に分かれって無理じゃん、全体像。そうです、全体像分かるとコンサルファームに行くってことが別に優秀な選択活動全然そんなことないよねっていうのが分かるようになるというね、うん、そうするとなんか最終独立した方がよくねってなるんだったらコンサルファームに行くのはあんまり正しくないんだよね。独立って考えるとコンサルって厳しくはないですけど、うん、まあ、まず全然良くない、ね、良くないですよ、うん、結局そういう消極的な優秀さみたいなのを持ってる人が行くイメージは結構やっぱあって、うん、まあ、それはそれでいいことというか、何でもできる人が普通に何でもできるままコンサル就職して、本当優等生という感じで一生進んでいくみたいなイメージ、うん、確かにそれはそれでいいんかなっていう気がする。独立する人にはおすすめのファーストキャリアって何なんですか？独立する人におすすめなのは、まあ、独立しやすいっていう部分で言うと、要は独立しても同じことができるっていうのが一番独立しやすいっていうことなので、それで言うと、まあ、俺がよく言ってるのはウェブ業界とか、まあ、人材系もそうだよね。人材系も別に独立してやったやついっぱいいるでしょ、うん、飲食でシェフやるとかね、飲食で起業したいんだったら、あとは不動産仲介とか、あとは宅建持って不動産の知識蓄えられるところとかっていう、意外と身近な業界なんだよね、独立しやすい業界、うん。コンサルとかクライアントでかすぎる電通もそうだけどとかっていうのは、独立ってなった時に意外と苦労するよね。だって別にそいつにコンサルしてもらいたい人なんていないからね。だけどコンサルファームで出世しまくっている人は独立するって時にクライアント引っこ抜けるんで、それで独立すると独立初年度から相当稼げる。だけどそこまで行くって、まあ早くても40歳とかにはなると思う。昔の独立って俺らみたいに20代でするものではなくて、会社でめっちゃクライアント育ててクライアントとズブズブになって独立っていうのが一般的な独立だったんだよね。今ちょっとウェブ業界で早まった気がするけど、 DIM は全部やってます。あ、そうそう、だから DIM は独立しやすい業態が多いよね、うん、人材とウェブ広告っていう。だから実際 DIM 出身の起業してる人100人ぐらいいるんで、この間社長自体、そうなんもっと言うかな。はい、ということで今回はコンサル業界についてでした。ありがとうございました。